スリムヘイムとは、北欧神話に登場する巨人スイアチの館である。その名前は、とどろく家、雷の鳴る家、騒がしい家を意味する。スリムヘイムは、ヨトゥンヘイムの山あいにあった。スイアチが、雷神トールに倒された後は、娘のスカジが一人で暮らしていたようである。コエッタの、グリームニルの言葉において、神々の住居が列挙されるが、 このスルムヘームは六番目に挙げられ、そこでスカジは神々の麗しい花嫁と呼ばれる。スノーリの言った第一部、ギュルビタブラカシ第二十三章によれば、スカジは渡積ニョルズと結婚したが、彼女はスルムヘームに住みたいと言った。しかしニョルズは自分の館ノーアトゥーンで暮らしたいと言った。そこで二人は七日ずつ交互に互いの館で暮らすことにした。しかしノーアトゥーンは、 港にあったため、スカジは海鳥の声がうるさくて眠れなかった。ニョルズはスルムヘームで暮らす間、狼の遠吠えが我慢ならなかった。二人は離婚し、スカジはスルムヘームでまた暮らすようになった。一説には弓の神ウルとスカジが出会って意気統合し、スルムヘームで同居するようになったとも言われている。 W.G. コリングウッドによって描かれたスカジとニョルズのスリムヘームでの生活。ありがとうございます。